At the Tokyo Motor Show 2009, Honda presented the Skydeck, a six-person multi-purpose hybrid minivan. こちらの車スカイデッキです。で、コンセプトは我々が持っているインサイトの使い勝手をより多くの人にもっと幅広く使っていただきたいという思いでこの車をのコンセプトとしました。まあ、インサイトという車のパワートレイン、ハイブリッドを使ってますが、バッテリーの位置がインサイトと違いまして、インサイトはリアのフロアの下にバッテリーがあったんですけども、この車はセンターコンソール、車の真ん中にバッテリー、重いバッテリーを置くことで、運動性能の向上とかですね、あとパッケージ、人をその周りに座らせることによって、より一人一人が広く空間を感じられるようなパッケージとなっております。The Skydeck has lightweight, slim sports seats for greater comfort, and the seats in the second row can be slid underneath the seats in the front row. Those in the third row can be made to dive down under the floor. This provides even more space, so the Skydeck can also be used as a utility vehicle. エクステリアで言いますと、クリーンでダイナミックというところがコンセプトでありまして、クリーンはグラッシーな部分。でダイナミックは我々ホンダの持っている走りというものをしっかりとタイヤを踏ん張らせるフェンダーで表現したクリーンとダイナミック一見相反している言葉ですがそれを合わせ持った塊感みたいなところがこの車の最大な特徴であり新しいところであると思います。 This Skydeck minivan is a concept model with no release date set. 一言で言いますとやっぱりお客さんが一人一人乗って楽しいというところがまず第一にありましてもっと今後は人との距離を車と人とのその距離感みたいなのをもっと密接にしていけるような車のコンセプト作りですとか開発を行っていきたいと思います。Dig Info News